オッケー、成長させようぜ。これさ、もうちょっとね、上げるスピード上げさせてくれてもいいよね。697も溜まってたのか。泥卵偉大だな。なんかね、泥卵割ってくれてる人がいて、50回行きそうだったんだけどさ、動画撮りたいなと思いながらさ、行ったり来たりしてたんだよね。そしたらラプンツェルのレベルも上がって、泥卵、あ、もう上げれない。やばいぞ、これは。100回？いや、一気に100回まで行っちゃった。さすがに。急に開けたぞ。いよいよ息をつく間もなく。栄光をつかむための最後の周期。誰が来る？ずっとラプンツェルも言ってたじゃないか。多分現れるのは。こんなところにいたのか。怖い怖い怖い。出たー。おばさんって感じでもないぞ。凶暴そうだ。ごめんなさい、おばさま。塔から勝手に出て行ったりして。鳥顔のことではなく、空を飛び回るツバメになりたかったんです。ツバクロウを見ろっていうね。あいつ生き生きしてるからね。お前の活躍はずっと耳に入っていたからな。プリマドンナになったことも、どこぞの闘技場で剣闘士になって優勝したことも、こっち何してきたんや、今まで。やだマルチタレントだ。こいつは芸能界でもやっていける。おいおい。もう頑張る必要などないのだよ。え、けど私はいずれおばさまを裏切って。お前は心配しなくていい。ずっとお前を守るんだからさ。仲間みたいな雰囲気出てるけど。ちょっと怖い おばおやだけどね、これは。ちょっと。どっちいいですか、ゴーテルさん。お、突っ込むね。どうして閉じ込めていたのですか。この子を外の世界から守るため、たとえ血は繋がっていなくても、この子は私の娘。うん。このままラプンツェルさんを返すわけにはいきません。ラプンツェルさんはきちんと一人で生きていく覚悟をしています。その覚悟はたとえ母親であっても邪魔していいものではありません。箱入り娘、外に出してあげよう、みたいな。だいたい外の世界から守るために塔に閉じ込めるなんてそんなの愛じゃありません。ただの依存じゃないですか。なるほどね。娘にべったり。お！シェインかっこいいね、これ。シェイン師匠。ごめんなさい、ゴーテルおばさま。やはり私は天の頂きをお願いします。だからどうか最後までやらせてください。さない。許さないよー。おこだ。きゃー。ラプンツェルさん。どういうつもりだ。お前めっちゃ怒ってる。タオはこういう親に厳しそうだね、本当に。義理人情。覚悟しなさい。ダメ、このままじゃ近づけないって何をしてるんだ。お、かっこいいやつ来た。私の娘、笑わせるな。お前の娘ではないだろ。ちょっと猫の恩返しを意識してみたんだけど、どうかな。そこのお嬢さんと同じラプンツェルの保護者さん。
やめとこ。先生、もう師匠やら先生やら。よし。長靴を履いた猫。どこの倉庫でもやってることは変わらないのね。そうだね。どういうことだ。柄にもないことはやらないんでしょ、あいつは。たまにやってね、そこがかっこいいみたいなのもあるけど、ね、生まれたばかりのお前をラプンツェルのこと聞きたい。私は奪った。隣に住んでいた若夫婦に、あいつらは私の庭から大変ラプンツェルの名を盗んでいってた。生まれたばかりのお前をね、真相が、ことの真相が明らかになっていく。こっそり町の奴らに事情を話して、私からお前を取り返そうとしていたからね。止まれ。お前にそのセリフを口にする気色はない。お前もこの大木に選ばれて死者になったのだろう。だったら決着をつける場所がどこか分かってるんじゃないか。それもそうね。物分かりがいいな。急に分かったよ。登ろう。さっきのアクセサリーが活力レベル4だったのもここでちょっと挽回しようか。俺は今までお前に下を向けと教えた覚えはないぞ。怒った時は上向け、進むべき道はそこにある。迷った時は横を見ろ、耐えるべき仲間はそこにいる。なんてかっこいいんだ。ジェインにお任せです。ラプンツェルさん、あなたが折れない限り何度も横を見ろ。仲間がいた。行こう。ラプンツェル使えるかな。使えないね。なんか今さ、一気にいっちゃうの。2回押したらさ、これ全部使えるの、もしかして。俺ずっと押してたんだけど。まあいいや。あ、そうだ、日付。あれ？もういいや。うお、こっから登るのか全部。一気に成長させたからな。頑張ろう。その前に、これ行こうかな。よし、試練やっていきましょう。くるるーでしょ。もう分かってるから。ここが私の試練の場。一人で戦わないといけないんでしたね。大丈夫？先生の試練のくれたうちの草さえです。見ててくださいね、あなたの弟子のきらめくような活躍を。勝手に行ってこいって感じだね、あいつは。コテキャラってさ、コンボ数結構かなり多いよね。私の髪を登ってきたのは誰かしら。どんぐらいまで増えるんだろう。どう？うお、強すぎる。成長させすぎたか。に閉じこもる日々が終わりね。髪の毛長いな。金の宝箱。さあ、まずは一緒ですね。どうでしたか今の戦いは。失礼ですけど。ひどい。もっとうまくやると。まあ大学だったら課だね。単位をもらえるんじゃないか。そいつはどうかな。満点を狙ってみせます。やってみせますよ。ファイヤー。熱い。悪くないです。元気は満点ですね。じゃあ上の試練行ってみようか。ほい。どんどんクリアしていく。くるるーでしょ。分かってるわ。第二の試練ですね。今度もやりますよ。うつぶし、うつぶしです。ちょっと。そうだね。空回りするな。ほどほどに頑張ってください。ありがとうございます。それじゃあ、行きますよ。さあ、今回何点を取れるのか。個人的に一戦目が、別にあれ100点じゃないかって思ってたぐらいだから。髪の毛をさ、登ってくって、すごいな。頑張れ。盾がいるとやっぱあれか。あいつじゃあ来ないかな。でも
あ、入ってるね。相当強いんじゃないか。片手剣だったらさ、あの盾持ちに相当弱いからね。おお、スライディングした。下強キック。ストリートファイターだったら、こかすことはできる。シェン師匠、私本当に強くなってるんでしょうか。なんだかあまり実感が湧かなくて、そこは心配しなくて大丈夫ですよ。ナンセンスです。満足させない。常に課題を与え続ける、目標を与えるのがいい上司ってやつだね。最後、行こうかい。いよいよ最後の試練、ここまでの修行の成果お見せする時が来たようですね。何か言葉をかけてやるよ。期待してるわよ。何か言ってくれと。ぶっ飛ばしていきますよ。どうせやるなら完膚なきまでに圧勝しちゃってください。もちろんです。シェン師匠と一緒に誓った拳、今こそ解き放ちますよ。そりゃあ気合十分。やる気はあるな。私の髪を登ってきたのは誰かしら。おっと、角に追い込まれてるぞ。大丈夫か。どんどんラプンツェルのファンが押し寄せてくる。最大コンボまでちょっと殴ってみようか。あ、まださ下に降りてないからさ強くなってないのか。一冊技決めよう。すまん。最後のあの一撃ね、いいね。時間差でさ、ドーンって敵も油断してた。グッジョブです。おめでとうございます、ラプンツェルさん。ラプンツェルさんの戦いはしっかり見届けましたよ。満点を上げても、ここでもドツキが。やり遂げましたよ、シェン師匠と皆さんのおかげです。一人だったらここまで来ることは。やば、親心。バイ、ありがとうございます。一回下山するか。ポンポンポン。はい、コンボ数増加増加、切り替え技 OK。 よし、準備は整ったね。はい、では最上階目指してやっていきたいと思います。行くぜ。よし、ボス行きましょう。回復してありがとう、応援。ボス行きます。100回。いや、日付が変わる前に登れてよかった。頼もう。こんな明るいさ、ドージャブルいる？マジかよ。そうだね。ゴーテルどこにいるんや。多分もう近くに潜んで、フラグが。危ない、師匠。ち、あと少しだったのに。どういうつもりだ？あ、タオがめっちゃ怒ってる。ラプンツェルを惑わせる者ども、あの子をたぶらかしたんだ。お前たちさえなければ。ラプンツェルのツッコミやべえな。私は私の運命を打ち砕きます。妹分の弟子なんだから、もういとこだね。
ぶっ飛ばしていきますよ。タオファミリー行くか。強いっていうね話をね聞きます。ただなんか攻略法もあるらしいね。カーミラちゃんに氷のコーンめっちゃ持たせて必殺技をぶっぱでボスを動かしたらダメみたいな。でもねそんな準備もするまでもなく最上階に来てしまったので普通に頑張ります。可愛らしい子、私とお友達の死の鐘が鳴るまでこのワルツは終わる。ひざまずきなさい。頼む。何体倒せる？惜しいぞ。ラプンツェル、あんま動かないで。ラプンツェル危ないとこ行くな。本当にすぐに目を離せない。オート切ろ。こっちか。次は右に左にあいつ。ゲージ貯めたいけどこのさ何犬キツネこいつ強いよな。ナイス。でもちょっかい出すの上のやつに危ないぞ。いやー回復やな。回復したいけどあやばい使っちゃった。やばい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 。間に合った？間に合わなかった。復活。やばい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 。1秒の遅れが。すいません、ちょっと電話かかってきてたんで再開します。いくぜ。いけデレラ。レンガ、レンガ、レンガを飛ばしてくる。このままザコを倒していきたいね。ただボスだけになったとしてもさ、みんながボスに行っちゃうからさ、結果的に結構しんどいんだよね。マジか、やけどやばいな。やばいやばいやばい。やばい。よし行こう。ほらもうすぐ死ぬ。もうラプンツェル。あのゲージは回復に取っておくか。やばい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 。あ使えない。撃つか。マヒレ頼む。よしチャンス。ちょ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 、ラプンツェルこいつろ。ラプンツェル終わったか。これ終わったね。本手怖がらないで。ずっと畳みかける。もうやだよこれ以上。危ないなこの攻撃。一旦回復をして、でカーミラ持つぞ。いっけっしょっマジ強えってこいつ。あのさ天空のね最上階いつも強いよね。3回も恥ずかしい、まあ、ストーリーをね見たかったから。ラプンツェル、ああラプンツェル、どうして私から離れようとするの。ゴーテルおばさま、許さぬ許さぬぞ。私は何でもお前の前に立ちはだかる。お前が私の元に戻ってくるその時まで
私は正しかったのでしょうか。ここに来て悩みが、栄光をつかむ資格などあるのでしょうか。チェーンも同じですよ。ずっと暗い島に閉じこもって暮らしていました。自分のいる世界しか知らない井の中の蛙でした。なるほど。シェインたちがふるさとでは手に入れなかったものを手に入れるために。それは結局手に入ったのですか。まだまだ影すら見えていません。でもいつか掴めると信じています。あんまり自分を責めなくていいんじゃないですかね。ひな鳥はいつか親鳥になるために飛び立つものなんですから。聞いてるか若者たちよ。言ってるぞ。なんか親鳥になるために飛び立とう。そんな息です。ひとまずはラプンツェルも吹っ切れたみたいね。そろそろ地上に帰りましょうか。よしこれさ、主人公でもね、よしさ、だいぶ気合入ってたね。よっぽど帰りたかったんじゃないか。なんでもねえよ。買おうよ。いやー、なんやかんやってクリアしました。帰ります。ドン。かなり下から登ったからね。剛力の11。くー。ひでえひでえアクセサリーな。おし、終わったぜ。来るっしょ。ああ、ここまで長かった。よう魔女ゴーテル、随分心機臭い面してるな。それともやっぱり娘の門戸を祝うことはできないのか。本当はいいやつだったなんてやめてくれよ。この日が来ることは最初から分かってた。運命の書を見るものもない。なんて読むの、長寿だ、娘が。親元から離れるのはごく当たり前の自然の摂理だ。成人式に合わせて作ったのかな。けどね、やっぱり悔しいんだよ。10年以上も手塩にかけて育ててきたものが離れていく。これがどれだけ辛いことか。言っておくが、そのセリフもお前には口にする資格はないぜ。何しろお前はその辛さすらもあの子の両親から奪っちまったんだからな。確かに。この天の頂からあの子が歩む運命を見守らせてもらうとするさ。なんだ、ようやく母親らしい面になってじゃねえか。師匠、私決めましたよ。何を決めたんだ。これから実の両親に会いに行こうと思います。それは結果になるかもしれませんね。今更親子の絆が戻るか分かりませんけど、でもやっぱりそこから私の新しい夢が始まる気がするんです。そうだね。これが私につかんだ栄光なんでしょうか。ウッドです。まずは自分を知ることから始めると。互いに頑張りましょう。栄光の先にある本当に欲しいものをつかむために。はい。わかる。なんかさ、自分こそ自分のことをよく知らなかったりする。自分はどれだけ自分のことを知っているのかっていう。ね。皆さんはどれぐらいわかってますか、自分のこと。大丈夫？本当にしたいこととかね。
ちょっと考え事をしてただけ。お前今回テンション高えな。やめろ。あ、やば。やめてくれ。タオ。ラプンツェル新しい運命を読む覚悟を決めて自分だけの運命をつかんだ。本当に覚悟を決めるべきなのは俺たちの方かもしれないぜ、シェイン。二人に何が。最近ことあるごとくタオはさ、ああいう表情するよね。終わった。はい、というわけで、豆の木ですね。完全にこれでクリアです。お疲れ様です。ラプンツェルはね、本当に優秀なので、ぜひレベル90まで上げていってほしいなと皆さん思います。頑張ってください。僕はね、あとちょっとアクセサリーがもらえるので、何回か登ろうと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。またよかったらご視聴お願いします。ではまたね、バイバイ。